名だて神様って本当にいるんだな。俺はよ、ハセドンちゃんの病気が分かってから毎日この神棚に向かって拝み続けてきたんだ。そしたらどうだい、マジで願いが叶っちまった。これはきっと神様のおかげに違いないって。俺はよ、もしかしてお前泣いてんのか。バカ野郎、この俺が泣くわ泣くわけねえ。思いっきり泣いてんじゃねえか。神様本当にありがとう、アセドンちゃんを助けてくれて。何しに来た。だから退院の挨拶に。お前が来ることはねえだろうが。私が頼んだんです、付き添ってほしいって。そっかそっか、それじゃあしょうがないね。うるせえな、余計なお世話だよ。半年前に激痩せしてこんな風になっちまったんだ。病気じゃないか。ちげえよ、ちゃんとお医者さんに見てもらわないとダメですよ。アセドンちゃん、実はね、僕自身がお医者さんなんだよ。はあ？こう見えてそいつは医師の資格を持ってるんだ。表沙汰にできねえ病気や怪我を治してる。そう、闇医者ってやつだ。なんでお前なんかに。私も知りたい、教えちゃう。おじさんはね、闇のドクターって言うんだよ。そいつが激痩せしたのは恋の病を患ったからだ。親分、相手は中央病院の看護師で、名前は確かナスカヨって言ったか。嘘、マジかよ。おじさま、このデート最後まできっちりと盛り上げていきましょうね。竜とウナギにならないように。竜とダビーな。ちょっと待て、デートってなんだよ。なあイリス、お金を取って家とかを貸すことってなんていう。不動産賃貸。じゃあ提灯を貸すことは。提灯賃貸、お前が言うな。具合が悪そうに見えるか。いや、全く。そういや、あんた整形したんだってな。前よりも男前になったと思うぜ。3ヶ月前、サイトに腹を撃たれただ。あんなもんただのかすり傷だ。もう何ともねえよ。ふっかふか。見とんかっとん、アセドンちゃん。おいしそう。マトン、グルトン、アセドンちゃん。クラゲ食う。アセドンちゃん。
ネット界の気圧性妖怪アセドンこと A セットです。はぁ、すごいすごい、感激です。っていうか、どういうことだ。俺が布教したんだよ。朝から晩までアセトンちゃんの動画を見せ続けてな。そしたらこいつらまんまとハマっちまって。アセトンちゃん、お会いできて光栄です。もしよかったら握手してもらえないですか。わあ、てめえ何生意気なこと。いいですよ、全然、握手ぐらいなら。よっしゃやわらけー。倒れた。どうやら興奮のあまり失神しちまったみてえだな。その話はもう勘弁してくれ。確かに兄貴は極悪非道のクソ野郎だった。だが俺にとっちゃ血を分けた実の兄弟なんだ。心の底から恨むことはできねえ。かといってもちろん許すこともできねえし。とにかくもう忘れてんだよ、兄貴のことは。それじゃあモーマ、邪魔したな。だて、行く前にちょっといいか。なんか嫌な予感が。なあだて、言いにくいんだが、そのやっぱりか。分かってるよ、どうせイリスのパンツが見たいんだろ。パンツ、そんな大それたこと頼むわけないだろう。じゃあなんだろう。パフパフしたい。は？だからアセドンちゃんにパフパフしたいんだよ。あ、したいしたい、アセドンちゃんにパフパフしたいしたい、アセドンちゃんにパフパフ。なもん。わかった、頼んでみよう。おお、我が心の友よ。それじゃあモーマ、目を閉じてもらえるか。わかった。これでいいか。ああ、そしたらそのままじっとしててくれ。いいか、絶対目を開けるなよ。了解だ。モーマ、心の準備は。お、いつでもいいぜ。よし、では始めよう。3、2、1。行こうか、イリス。なんかよくわからないですけど、了解です。たまらんだこりゃ。ねえ、伊達ちゃん、この子は？あれ、まだ紹介してなかったっけ？はじめまして、
サガン・イリスと言います。レムニスケートに所属してるネットアイドルで。バージン？え？きっとバージンよね。まだ男を知らないって顔してるもんね。そういうママはどうなんだ？私はバージンっていうよりバージンね。ババアみたいなジジイだから。って誰がジジイよ。自分で言ったんだろ。セジメのボディーガード。誰だってめえは。まあいいや、セジメのボディーガードならとっくの昔にやめたぜ。やめた？あいつは史上最低のゲス野郎だからな。一発ぶん殴ってやめてやったら。それにしてもお前めちゃめちゃ酔ってるな。酔ってなんかいまへんや。恐ろしいほど顔に出ないタイプだ。ママおっぱい間違えた。もう一杯。もうそのぐらいにしといたら。まったでしょ。それじゃもう一杯だけね。でしょ。私ど忘れしちゃったんですけど、サルシッチャって何でしたっけ。こらオラの畑さ荒らすんでね。エテコメ。それはサルシッタね。イリス、紹介しよう。ママの弟だ。冷蔵庫よ。ご覧の通りギンギンよ。見えないからわからん。見てみる。見たい見たい。お前、何の話してるのか分かってんのか。これのこと？本当はこれ鰹節じゃないのよね。じゃあ何なんですか？浮気した男の体の一部、それを切り取って燻製にしたの。冗談ですよね。さあどうかしら。あんまり言いたくないけど、一応表向きには翔子を殺害したのはレンちゃんってことになってるよね。でレンちゃんを殺したのは脱走した89号で、89号は廃工場の中で自殺した。自らの頭を吹っ飛ばして。これが公に発表されてる内容。世間的にはそういうことになってるの。
わないで、聞きたくないわ。今本当のことを聞いたらいろんな人に喋りたくなっちゃうから。確かに気になることは山ほどあるわ。例えば伊達ちゃんの顔のこととか。今の伊達ちゃんは89号とそっくりな見た目をしてる。でもそれは89号が自爆した時に破片が顔に突き刺さったからで、それで整形手術を受けた結果たまたまその顔になっちゃっただけで。ね、そうなんでしょ。そういうことにしといてよ。それ以上複雑なこと言われたら私パニックになって死んじゃうから。さてと、次の場所に向かうとするか。そうですね。え？もう行っちゃうの？また何度でも来るさ。ママが情報屋を続けてる限り。たまにはプライベートでも来たよね。待ってるから。あ、そのうちね。前よりもいい顔になったな。少なくとも虫唾が走ることはなくなった。何しに来た？ちょっと聞きたいことがあってな。おかしなことを聞くな。ここは私の家だぞ。豚箱の方が似合ってると思ってな。知ってるだろ、今の法律では誰も私を逮捕できん。人の所業とは思えないほどの罪を犯してるが。18年前のことか。岩井真中を殺したのは私ではない、息子の斎藤だ。だがあんたは真中の死体を処分するよう熊倉組に。死体遺棄の時効は3年だ。ついでに言っておくと、息子の斎藤をかばったことも私の場合罪には問われない。刑法の105条を知ってるだろう。犯人または逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯人蔵匿、証拠隠滅の罪を犯した時はその刑を免除することができる。イカれた法律だ。確かに。私がまだ立法府の人間ならこの法律を変えられたかもしれんが。あんたの政治生命はすでに絶たれている。18年前のことも3ヶ月前のこともとっくにマスコミが嗅ぎつけてるからな。ああ、私はもうこの国にはいられんだろう。どこか遠い島にでも行ってのんびりと余生を過ごすさ。ああ、せいぜい気をつけることだな。あんたに恨みを抱いてる人間は大勢いる。あんたの息の根を止めるまで連中はどこまでも追いかけてくるぜ。余計なお世話だ。で、聞きたいことというのはそれだけか？
君のところにボスと呼ばれている女性がいるだろう。6年前、彼女は私のところにやってきてこう言ったんだ。サイクロプス連続殺人事件って知ってるわよね。犯人はあなたの息子瀬島サイトよ。あなたもうすうす感づいてたんじゃない？何が言いたい？取引しましょう。一つだけ条件を飲んでくれたら、この件は表沙汰にしないと約束する。条件とは？サイトの身柄を私たちに預けてほしいので、サイトは今海外を転々としながら放浪の旅を続けている。そういうことにしておいてもらいたいのよね。どうかしら？当時の私に選択権はなかった。断ればサイトの犯行が露呈して、私の政治生命は絶たれることになる。それにそもそも私はサイトのことを愛してはいなかった。むしろ厄介払いができて清々するとさえ思っていた。そこで私は彼女の提案を受けることにしたんだ。警視庁の弱みも握れることになるし、願ったり叶ったりというわけでね。前に君はこう言ったね。89号なる人物から私の秘書に電話がかかってこなかったかと。それは事実だ。知ってる。で、あんたは電話を代わって89号と直接話したんだろ？そうだ。何を話した？彼は唐突にこんなことを言ってきた。名波翔子という女が18年前のことを知っている。彼女に連絡してみるといい。それで翔子のスマホに電話を？ああ、それだけのことだ。さあ、詳しいことはわからん。ただ彼はこんなことを言っていた。翔子が面会に訪れた時、俺は全てを悟った。俺はもう一度あいつに会わなければならない。私には何のことやらさっぱり理解できなかったがね。
ところであんた、89号に会ったことはないのか？ああ、一度も。じゃあ顔もわからないんだな。わからん。それがどうかしたのか？いや、別に。この3ヶ月間でいろいろと調べさせてもらった。8年前に発生した化学工場の爆発事故。あれはあんたと当時の組長だった熊倉老藩がつるんで引き起こしたものだったんだな。知っての通り、息子のサイトは異常者だった。私は息子が起こした陰惨な事件を金の力でいくつももみ消してきた。だがいくら金があっても足りなくてね。するとサイトは9年前私を呼び出してこう言ったんだ。父さん、一つ計画を思いついたんだ。バカみたいにお金が儲かる計画を。それが化学工場の爆破計画だったんだよ。樺崎地区をカジノタウンにする、そのことも含めた壮大な計画だった。全てサイトが。あいつは生まれつき異常者の資質を持っていた。だが18年前のあの一件がなければ理性の防波堤が決壊することはなかったかもしれん。真中の背中に刃物をうずめたあの瞬間、あいつは何かに目覚めてしまったのだ。そのことが原因となって爆破計画は立案されたとも言える。要するに全部あんたのせいってことだな。まあそうかもしれんな。それじゃあ瀬島、まだな。もう二度と会うことはないと思うが。ああ、確かにそれもそうだな。まずいな、だいぶ待たせちまったし。エリスが怒ってるかもしれない。早くあいつのところに戻らないと。